深夜は、ディル・アングレーおよびセラフのドラマー。大阪府出身、血液型 B 型。身長170センチメートル。愛称は、ヤモちゃん。幼稚園からエレクトーンを習い、中学時代は、ブラスバンド部で活動。高校1年生の頃から、心よる名義で、ライブハウスなどで人工天使、シバ・ルビーのメンバーとして、バンド活動を行っていた。 ハイジンクロバラ族を経て、高校3年生の冬に、ラ・サディ・エスに加入。1997年に、ラ・サディ・エスは解散し、同年に、ディル・イエヌ・グレーを結成。その後、深夜へと改名。1999年、ディル・イエヌ・グレーのドラマーとして、メジャーデビュー。2017年、VO モアと共にソロプロジェクト、セラフとしての活動を開始。 初期には、揺らめきなどのメロディアスな曲を作ることが多かったが、後に、方向転換。シックスアグリーでは6曲中2曲の作曲を担当しており、その音楽性の変化には、メンバーからも驚きの声が上がったが、そこから激しい曲を聴くことはなく、深夜作曲のものはメロディアスなものが多い。実際、ポップ系やメロディアスな音楽も好きであることを、 インターネット番組のインタビューで明かしている。細身の体とは、裏腹のパワフルなドラミングが持ち味だが、強弱の変化や手数が細かく変則的なフレーズも多く用いる。海外のツアーで共演したドラマーから、あのフレーズは、どうやっているなど、高い評価を得ている。ドラムを叩く際には、グローブをはめる。一度グローブになれると、グローブなしでは叩けないと。 ファンからの質問に答えている。ヨシキの影響でリズムをキープするより見せるに重点を置いている。ジャニーズ系アイドルを好んでおり、昔から最近のものまで聴いている。小学生の頃に光源氏でジャニーズ系を知り、同時に音楽に目覚めるきっかけにもなった。アイドルになりたいという憧れも2.3年ほど持っていたが、バンドへ興味が移ったので実現しなかった。 一方、HMV の企画、無人島お礼の10枚では、青春であるとして、イオーンのアブソルート・ガーゴイルの激フレ組を選んでいる。海外ツアーで出会った中で印象深かったドラマーとして、ストーンサワーのロイ・マイオールが、話をしてみたいドラマーとしてはコーンがレコーディング中のスタジオを訪問した際にあったテリー・ボジオの名を挙げている。ディル・アングレイのメンバーの中では、 過激で怖そうなバンドイメージとは裏腹に、地味な生活で一人だけ浮いているとのことで、2015年9月12日放送の有吉反省会にゲスト出演してそのことを反省した。一人で栗拾いやイチゴ狩りに行っていることや、チェブラーしか好きであるなど、自身の趣味を語り、ディル・アングレイのマネージャーからは、バンドのイメージと違うので、控えてもらえると嬉しいと苦言を呈された。また、 ヘビが大嫌いであることも同番組で明かし、最後は、K としてヘビ専門店で1日アルバイトすることを課せられたが、ヘビには一切触れずに洗い物などの仕事をこなしていた。AB、ディル・アングレイ、ドラム、深夜原点は、光源氏インタビューバラエティー、水曜のニョッキボリューム58、オリコンニュース、2020年9月3日閲覧。 ディックス2008年12月号、深夜インタビュー、HMV オンライン無人島俺の10枚、ディル・アングレー編、ハット SF ウィークリーインタビュー、ディル・ EN ・グレー S 深夜ハット、ディル・アングレーの深夜、地味すぎる趣味を、有吉反省会で、暴露、夢は本を読む暮らし。テレビドカッチ。2020年9月3日閲覧、ありがとうございます。